い、ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム実況プレイのパート11やっていきたいと思います。さあ、前回はね、このハイラル城をざっくり探索して、まあ全然不十分だと思うんですけどもね、まあ一旦、ね、物語を進めていく方向でね、やっていきたいなと思います。さて、ではね、どっからやっていきましょうかってことなんだけども、一応ね、話題としてそのリト族の村の方が、どうのこうのっていうのがね、囁かれておりましたので、まあ、とりあえず今回はこのリト族の村の方に向かっていくような感じで、冒険をしていこうかなと思います。さあ、旅立ちだ。立てねえじゃん。馬宿とかも健在なのかな。よしよし。基本なんかマグネキャッチみたいなことできるんだな。輝きの実。目くらましか。景色もそんな変わらないような、結構違うような、スタート地点が変わるだけでこんな雰囲気変わるんだなって感じですよね。なんかどれか唐突に動き出しそうじゃね？なんかクライムシリーズとかあるなら欲しいな。なんだこれ。ああ。さて、
風を生み出すもの。風生み出してどうなんのこれ。あ、そういうことか。これができるのか。なるほどね。こういう使い方ができるわけね。なるほど、なるほど。あ。あー、なるほど。はい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 。なんなら、これも回収して、ちなみにね、私、通行嫌いなんですよ。美術は好きなんですけど、通行は嫌いなんですよ。それが意味するところ分かるかな。迷った。どうだ。いいねー。早い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 。これは？1個じゃ足んねえか。ちょっと待て。これさ、こうしておいて、これ吹かせて、で戻れ子使って、あ、足りないか。オッケー。ちょっと無理やりかな。オッケー。よし。ん？ふっ。ポカポカそうだ。これは必要。
糸の男、そうだな、何だい君は。君は何だい。便利だ。あー、びっくり。おーおーおー、なんだなんだ。はいはいはい。ああいう敵もいんのかよ。油断ならんな。なんかこうなってくるともうなんだか動くんじゃねえかって。動かなかったか。ほらなこの系の武器ならあそこ倒せんだ。あそこなんかあるな。金のリンゴ、何これ。なんか上位アイテム現れた。でかいのいるね。え、これなんかあんの？入れたけど、お？鎧かぼちゃ。あらららら。暑さや寒さをしのげる糸の中は思いのほか居心地が良いものである。対処効果のあるひんやり素材も体感効果のあるポカポカ素材もここでは不要だ。畑を作り、ここをついの住処にしようかと思ったが、ここを去ることに決めた。天変地異の時に生まれた洞窟が気になって仕方がないのだ。なぜなら未開の地は素材のアラカルト。幸福を求めるなら足を止めてはいけない。私は職を極めし男ら、ターム。なるほど、なるほど。あ、でもな、寒いとこに行くわけだからな、多少、こういう何、用意があった方がいいのか。あれ、火ついてなかった。火はね、便利だ。便利だけど壊れそう。そしたら、通れルーフで。オッケー。ヒノックスですよね。なんて迷惑なところで寝てんだあいつは。今持ってるよ、なんか。
焼き入るだけ。浮いてらっしゃ、貸し上がって、さあ乗せてくれ。お前もなんか変な角みたいなやつ頭につけるようになったんか。このきらびやかな剣は何だい。あ、やっちゃえ。一道か。どう。死ぬ死ぬ。やば。は？あ、でも持てねえな。強くなってきた。オッケー。ヒノックスの角。よしよし。あ、新しいエリアだ。お、なんかいる。こんな地形だったっけ？イエーイ。むむ。なんだ。本当に迷うなんて生き物が洞窟にいるのかね。迷いって。驚かすね。心臓。いや。違います。まあいいや。うわー、あいついんのかー。ちょっと保留でいいかな。雨降ってるし。お、馬宿やん。あれ、眺望台だね。
なんだあれ、ラピュタとかありそう。あ、ラピュタっぽいの今ね、行ってきたむしろ。インパ様。おお、ポカード覚えがあるぞ。インパ、え、インパいんの。インパ様今あそこにおられるのですが、おそらくゼルダ姫の、ゼルダ姫様の捜索に関する情報をもしかと思います。インパいんの。後回しな。あ、そういえば、はいはい、もう知ってる。ああ、うん、おお、ああ、いたー、ファイにギラヒムだお前らとまた旅できんのか。ああ、うん、おお、マイナポイント。はあ、景品あるんだ。お前、今回もよろしくな。うい、集めで点をもらう。はい。ああ、なあ。引っ張りハーネス。準備中、何が？うんうん。ああ。マーロンベッド。金ねえのよな。あ、あいつは。セミさん。行っちゃうか。攻撃力高いけど、まず金策でね。この辺もなかなか高いな。いや、売ってくれ。全部買おう。まだまだな。はい。インパー、久しぶりー。あー、いる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 、インパ。キノコ気になる。あ、確かなんか地上絵っぽいのか。おお。こんなところで会うとはな。久しぶりじゃの、リンクよ。生きてたかー。なんか、ジブリに出そうだよね、この顔ね。行方不明と聞いてたが、無事だったよって何よりじゃ。それで、ゼルダ様。ゼルダ姫様はいずこじゃ。なんと。まだ行方知れずとな。であれば、捜索を続けねばならぬ。リンクよ、我はな、ゼルダ様が行方知れずになられた折、天変地異とともにこの大地に現れた巨大な絵のようなものが気になっての。聞けば同じものが世界各地に現れたというてな。今はボガードとともにこうして絵を、地上絵を巡っておるのよ。高台からこの辺りを遠目に眺めておったとき、地上絵があると分かったのじゃが、ここのように地面の近くでも見えばするが、全体の形はよう分からぬ。故に、高い空から見下ろそうと思うてな。
フルアがくれた熱気球という空に登れる乗り物を使ったのじゃが、風に煽られて気球部分が外れてしまっての、なんとかしてこの土台にくっつけることができんものかと考えあぐねておった。土台？ああ、そういうこと。要は、これで、こういうこと？見に行きましょう。空に浮かべてはくれんか。つければいいんか。まあ、松明あるんで。やべ。まあ、いっか。あれ。ああ、危ねえ、ああ。危ねえ。えらく高いところまで来たのを何だか目が回ってしまうわい。あれ、それかここからなら地上絵がよく見える。4人切るとリンクよ。実はな、村の古い文献にこの地上絵についての記述らしきものがあっての、それには古代の人が見たものを竜の涙の周りに地上絵で残したと記されておったのじゃ。古代の人が見たものとは何かわからんし、そもそも竜の涙というのが何を指すのかまだ皆目わからんのよ。竜の涙の周りに地上絵で残したというからには、地上絵のどこかにそういったものがあるのではと踏んではおるのじゃが、ゼルダ様の手がかりがつかめるものかもしれんで、そなたも探してみてはくれんか。地上絵で気になるところがあれば、そなたはここからパラセルで飛んでいけるじゃろう。何、我らのことなら気にせずともよい。着陸するだけなら我でもできる。なるほど。あ、これもう来るの？これあれですよね。月よ、赤く染まる月よ、何時の光がこの地を照らすとき、魔物どもの魂再び肉体を取り戻す。あんなのもいいのさながら古の大戦のごとく、再びこの地を席巻する。闇落ちゼルダですかね。なんかありそうじゃね。え？ゼルダか。あら、まあ大変。
驚かせてしまったようね。ごめんなさい。私はソニアと申します。そなた名は何と？私はハイラル国王ロームが娘ゼルダ。これはいいなことを。ハイラルは我らが起こした国、私以外に王はおらぬはずだが。お二人が起こした？あなたが王？うん、我が名はラウル、この国の王だ。ラウル王とソニア王妃。まさか。なるほどね。今まではなんだろう、リンクの記憶を探す旅をしてたけども、今回はなんていうか、そのゼルダがどういったね、旅をしてきたのかっていうのが、わかるような感じになるのかな。なるほど、なるほど。おお、いつの間に、リンク、ぼーっとしておるようだが、どうしたのじゃ。なんと、夢のようなものを見たと。不思議な映像が頭に浮かんだと。待って。画面が。あれ？ね、父親文献龍の涙、そしてあなたが、そなたが見た、レルダ様のお姿ね。画面が。たまね。すみません、ちょっと急に撮影画面の方が真っ暗になっちゃって、急遽対策して、ね、対策とか対応して戻ってまいりました。もしやこれらは全てつながっておるのでは。やはり我らは地上へ巡りを続けよう。ゼルダ様の手がかりになるかもしれんでな。そうじゃ、文献によれば忘れ去られた神殿にも地上に関する何かがあると記述があったな。忘れ去られた神殿はヘブラ地方の谷底じゃ。我らも一度足を運んでみようと思っておる。音がブレて聞こえるじゃんね。いいかな？あれ？消えた。なんだ？はい、すみません、何回もすみません、やっていきます。ではでは、まあ、無理か。とりあえずね、まあ、インパニーも再開できたし、ということで、最後の最後でなんかいろいろトラブっちゃいましたけれども、一旦ここで一区切りにしたいと思います。はい。まあ、次回ね、まあ、とりあえず、馬宿という、まあ、何、活動拠点も一個確保できたのでね。こういう地上絵が他のエリアにも結構あるってことだよね。
まあ、こういったものを、探す旅っていうのも、面白いと思うのでね。まあ、見つけたら、ちょこちょことね、やっていこうかなと思います。はい。まあ、まず、祠だったり、眺望台だったり、まあ、いろんな要素があると思うし、それぞれね、しばらくは、あ、でもこれ、なんか、ね、寄り道させますね。はい、まあ、そんな感じですけどもね。一旦この辺で一区切りさせていただきまして、次回改めて、リトの村、目指して進めていきたいなと思います。では、ゼルダの伝説、Tears of the Kingdom 実況プレイのパート11、最後までご視聴いただき、ありがとうございます。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見に行けるな。